はい、お疲れ様です。今日はね、ちょっと趣向を変えてやっていきたいと思います。今日、政府難解の算数理科と、近段線理の、算数の問題なんかを取り扱っていったんですけれども、まあ結構割とやっていた割にはなかなか定着してなかった問題っていうのを、数点ありましたので、そこをまずね、この休みの間にね、お家でちょっとでも役に立ててくれたらと思いますので、それを参考に見ていってください。今ちょっと授業終わって結構ちょっとね、若干疲れちゃってるんで、いつも以上に字が汚いかもわかんないですけど、その辺はご了承ください。はい、まず35番の問題ですね。45ページの35番の問題で、関西大倉中学の問題。これ見てください。5%の食塩水 400g がありました。誤って320をこぼしてしまったので、 300g の水と、20g の食塩を加えました。できた食塩の濃度は何パーセントですという問題です。まずこれはですね、5%、400g ですから、400分の、まず、20と、さっと書く練習をしてください。これどういうことかって言ったら、100g あたり 5g ですから、 400g 中 20g が食塩水に対して食塩ということは、まず、すっと出るようにしてください。もうこれはもう基本中の基本です。ね。これはもう多分100回以上言ってると思います。ね、無駄にね、なんかこういうことをね、書いて、んーとかってやってる子いますけど、何にも始まらないです。まず、400分の20ということを出してください。これはもう基本中の基本です。で、誤って320g をこぼしたって書いてます。320をこぼす。ということは、当然これは80分の何ぼかになるんですけども、食塩水はこぼしても濃度っていうのは変わらないです。同じ割合で溶けているので、80分ので、何グラム溶けてますかというと、ここで100分の5っていうのが出てくるので、100から80まで 0.8 倍なんで、80分の4と考えてください。で、320g こぼしたこういう状態です。濃度は変わりません。で、300g の水と 20g の食塩を加えたって書いてますから、下には320と、20かな。20を加えましたと。ね。きっとこの人は、こうやって濃度を調整したつもりなんでしょうけども、そうはいかないんですよって話。300の水と、20の食塩を加えました。食塩は上にも書かないといけないので、こんな風になります。ね。なので計算すると、何ぼかな、300、400g ありました。誤って320をこぼしたので、ですから、300g の水ですね。300g の水と 20g の食塩ですが、320加えました。320と80は一緒ですから、400分の24というふうにしてください。ということは、400分の24はもう分かると思いますけど、100分の6になるので、答えは 6% と、こういうふうになります。これが35番の問題です。はい、次は龍谷大平安中学校の問題です。これちょっと消しますね。36番、400g の食塩水に 200g の水を加えます。400g の食塩水に 200g の水を加えます。加えると。で、この時点で400から600まで食塩水が2分の3倍になっているので、濃度はというと、3分の2倍になってますと。ね。で、まあ、仮にここが A% だったとしたら、3分の 2×A% になってますと。で、その後同じように、食塩水から200グラムを捨てて、600になってますから、今3分の 2×A% の食塩水 600g から同じように200捨ててます。つまり 400g の状態になってから、また水を200足しますと。だから薄くなるので、まあ言ったら、ここは3分の2倍になるから、また3分の2倍が繰り返すということね。水足すだけなら、水をちょっと書きますけど、加えるということは、絶対に薄まります。薄くなります。ね、食塩水の
重さに反比例。なので、2分の3倍だったら3分の2倍ですと。これを2回繰り返しますので、9分の 4×A になって、その答えが 4% になるので、元の食塩水は何パーセントですかって言われると A は9と出るので、まあ4割9分の4でいいので 9% になるというふうに考えてください。で次が立命館中学の問題もいきますね。立命館中学が37番ですね。濃さが 18% の食塩水 250g、 もうこれも練習して250分の45ともう出せたら大したもんです。もうこれは練習してください。100に対して18なので 18×2.5 倍、 2.5 倍っていうのは100が250に 2.5 倍なんで18の 2.5 倍、18の2倍が36なんで 36+9 で45というふうに出してください。でこれから水を加えてよくかき混ぜた後 200g を取り出すと、水を加えますと。水を加える、何 g か分かりませんけど水を加えますと。で、水を加えてですね、200を取り出すと食塩水が30になっていましたと。つまり、200分の30ってことは 15% になってましたと。ここは 18% だったのが 15% に濃度が6分の5倍になってましたって書いてるわけですから、ここは水溶液の重さは5分の6倍に実はなってますと。200取り出してますから200を見るんじゃなくて、250から5分の6倍に出す300分の実は45になって 15% になってますと。なんで 15% なんかって問題に 200g 取り出したら 30g が食塩っていうことを言っているので、100分の2直すと15なんで 15% になりますと。つまり 250g から 300g までになっているっていうことですから、 50g の水を加えているというふうに、考えてくださいと。その答えが加えた水が何 g ですかってことを言ってますので、答えは 50g というふうになります。はい、まず3問だけやりましたけれども、これをね、実際にね、本当にわかるかどうかを練習してください。寝る前10分でもいいです。ちょっとやってくれたらね、頭に残るんじゃないかなと思いますね。またね、時間ができたら時折こうやって上げていきたいと思いますので、お付き合いしていただけたらと思います。それではさようなら。